ちは、須藤めぐみです。今日も楽しく練習していきましょう。今日は84ページ80番の C になります。チスモール2分の3拍子になります。ではやっていきましょう。1、2、3。ましょうか。ちょっと遅めで、ちょっとこれでね、一回やってみましょう。1、2、3。てるかね、ちょっとわからなくなってしまう感じなんですよね。まあそんな風にはならないよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、このね、全音符に付点がついてて、うんみたいなこれね、これが三拍なんですよね。三拍子だからね、なんかわかんなくならないですか。なんないですかね。はい、なので、まあ全音符にね、付点全音符っていうんですか、ついてるところ3箇所ありますけれども、2段目と3段目3小節目ここはね、そしてタイがついてるんですよね。伸ばしてるうちに今私何拍目歌ってるんだっけなみたいなね、わからなくなってしまうんで、必ずね数えてくださいね。この3段目やってみましょうか。ドセドミレドセ、瞬間限定っていうね学校あるんですよ。なのでまあほとんどがね、叩いちゃダメだと思いますよ。こういうのね、やる癖がついちゃってる人ね、もう手がねこうにね、先生にやりなさいって言われてやってるんだと思うんですけどもね、手がね知らない間にこうね動いちゃうんですよねまあこういうね表紙を取る話も昔ね、ちょっとお話しした、昔っていうかまあ随分前のね、番号の時にお話ししましたけど、まあ私はですけど、足の親指で、親指っていうかね、足の指、まあ親指あたりでこう数えてます。靴の中で数えてる感じです。それがね割と一番目立たなくていいと思いますよ。こう首とかね、首で数えるのとかもまあ良くないですね。何にも良くないですね。ポジション的にも悪いですし、見た目も悪いですし、まあね、そういう、演出をしたい時はいいと思いますけど試験に演出はねあまりいらないと思いますので、まあこう直立で不動が一番いいかと思われます。でね、皆さんね、案外自分のねこの立ち姿っていうんですか、こう立った姿っていうのは
鏡でね見られた方がいいと思いますよ。なんか知らない間にこう傾いてるとかこうよれてるとかね、変な癖ね知らない間についてるんですよ。なのでいつもこう鏡を見てこう自分がねちゃんと綺麗に見えるかどうかっていうのね、まあ私も絶対どこかよれてると思うんですけど、まあねパーソナルトレーナーの先生にはいつもねこっちが下がってるよとかこっちが下がってるよとか言われて、まあ、それはね筋肉の使い方とかこう張り方とか癖ですね。自分が楽な方に普通に立ってしまうと、はい脱力してって脱力するとこうなっちゃうみたいなねなのでちょっと気をつけられるといいと思いますよ。まあ、こういうことも人前にね出るっていうのがもうほぼほぼ音楽家の場合は前提ですので、まあ、普段からね自分のことはね鏡見てどうやったらね可愛い顔になるかなとか、どんな姿だったらかっこいいかなとかね、どんな色が似合うかなとか、そんなのもね気にされておくのは必要なことだと思います。なぜなら私がやらなくて先生に怒られたからです高校生の時っていうのは制服を着ているので何も迷わず毎日それ着てるじゃないですか。そういうのやってるとねやっぱり私服でね過ごしてきた方に比べてだいぶねそういう感覚が鈍ってしまうんですよね。まあ、もちろんね皆さん私服ね楽しまれてると思いますけど、楽しまれてる方はいいんですよ。あと天才的にねセンスがいい方、そういう方はさておいて、凡人はいつも凡人の話ですよ。凡人はどうにしなくちゃいけないのかなっていうのはねある程度研究しないと、その天才的に上手な人のレベルまでなかなか上がっていけませんので、普段からねどんな色が似合うのかなとかね、まあ、私もね全然センス良くないですよ。全然センス良くないです、まあ、勉強中です。ずっと勉強中ですけれども、まあね天才的にねこう色合わせとか上手な人いいなと思いますよね。なので、まあ、いろんなね色の服着て組み合わせとかもして、まあ、こういうのがいいのではないかという組み合わせでいつも来ておりますが、まあ、そういうのもね私は全く関心のなかった、青春時代を過ごしましたので、まあね、そういう関心ない方早めにね関心を持たれることをお勧めします。交流文芸と全然関係ない話になってしまいましたけれども、最近ね勤め塾をやっていろんな話をしているのでもう頭の中がねぐちゃぐちゃになっております。まあね皆さんもよかったら勤め塾の方もご覧になっていただければと思います。これもね大変難しい練習ですので、頑張って練習してくださいって、この曲の解説しないんかいって話なんですけど、もうねこの84番の C のところの横に書いてある家族帳の平行帳へ転調し、その後家族帳を経て現帳に帰る練習、はいどうぞやってくださいって感じですよ。でもなんだみたいな。ただねこの曲のありがたいところはねちゃんとねアドはフィスモールチスモールって書いてくれてるんですよね。この本ね全部書いといてほしいですね。転調した時ね、なんで書いてないんだろうっていうね、まあ、こういうふうに書いといていただけるとですね、ああ今私この調に変わってるんだっていうのがね分かるし、あここにシャープがなくなったからフィスモールになったのかなとかね、あここについたからまたチスモールに戻ったのかなとかね、そういうのが分かるじゃないですか。まあ、感覚ではなくちゃんと理屈でなんでアドアになってるのか、なんでフィスモールになったんだか、なんでチスモールになったんだかっていうのが分かっていないと、この先ねいろんな曲を歌った時にちょっとそれは問題になってくると思いますので、まあ、こういうこともねお勉強しつつやっていただけるといいと思います。もうねこういう曲は練習するしかないです。そしてこの曲も過去に、音楽大学入学試験の問題に出たことがあります。こんな曲当たったらもうね泣くね。なぜなら難しいから、でも難しいから出題されるです。皆さん頑張って練習してみてください。それではまたお会いしましょう。今日は84ページ80ページのどんだけページがあるんやね。